紫外線の強くなる季節です。 SPF 効果の高いアイテムを使ってついつい厚塗りになっていませんか？今回はアイテム選びのコツとキラキラ透明感のあるベースメイクのテクニックをご紹介いたします。リキッドファンデーションは軽く2プッシュ手の甲に取ります。そしてお顔の上に5点置きしていきます。おでこ、鼻先、顎先、そして頬、そして内側から外に向けて伸ばしていきます。この時に薄く薄く伸ばしていくことがポイントです。こういう鼻の脇のくぼみ、そして口角、目の際、上まぶた、そしておでこの髪の毛の生え際までくる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 入れていきましょう。そして忘れがちなのは首と顎の境目、余ったものを耳たぶにも伸ばして、これでリキッドファンデーションが薄く1枚の皮膜をかぶせたように顔の上に全体に塗れました。ベースメイクはファンデーションだけで仕上げようとは思わないでください。ポイントのくすみですとか適材適所隠していきましょう。まずはクマと言われるこの部分、そして小鼻のくすみ、入り込んでいるところです。ほうれい線など気になる方はこの時にトーンアップしてあげてください。そして口角の脇のくすみ、あるいは影などコンシーラーでトーンアップしてあげましょう。そして指の腹を使って叩き込んでいきます。この時にあまり広げすぎてしまうと厚塗りに見えてしまう原因になります。メリのチークをつけるポイントは頬骨の一番高いところのちょっと外側に一つ置いていきます。そこから耳の付け根に向かって頬骨に沿って2つ目、そしてさらに外側耳の近くに3つ目、それを伸ばしていきます。ルースパウダーは大きめのフェイスブラシを使ってツヤは残してテカリを払拭していきましょう。おでこからさーっとしとはけ、優しく優しく、そして鼻筋、そして小鼻、顎先です。抜いていきます。そして生え際のこの部分も改めて粉を置いていきましょう。これでベースメイクの仕上がりです。今回はツヤをとても大切にした薄付きのベースメイク、それに合わせてアイメイクはブラウンのグラデーションで仕上げています。リップは今流行りのポイントとなる赤リップをざっくりと塗って、まるでシャワーを浴びた後にリップだけ塗って海にドライブに行くかのようなキラキラ透明感のあるベースメイクに仕上げてみました。